雑誌のマイクラ生活始まります。今日はですね、だいぶ拠点も広めていろんなことをやってきたんですけど、もっと冒険したいなということで、地図の方を作りたいと思います。なんで地図の作り方と、あとその地図を使ってどんどんマップを広げていくということになると思います。なんでよろしくお願いいたします。はい、というわけで地図なんですけど、紙が必要なんですよね。なんでサトウキビをたくさん植えてきたんで、それで紙をたくさんまず作ってください。で、紙とコンパスですね、コンパスを作るんで、このレシピ通り鉄1個と4つとレッドストーン1つで作りたいと思います。これで多分レシピの、項目が増えてると思うんで、ありましたね。その前にコンパスを作らないといけませんね。コンパスを1つ作って、で白紙の地図っていう、紙が9つの、コンパスが1つで白紙の地図が出来上がります。はい、というわけでとりあえず地図は完成ということなんですけど、この地図を持って大体夜なんですよね。それで地図を拡張しようっていう風な形で、今持ってる地図っていうのがこれぐらいのサイズでしかないんで、もう少し大きな地図に拡張しようっていう風な形で、そのやり方を分かりたいと思います。それでまずこの地図を真ん中に置いてもらって、で残り紙を全周で書こうと、この地図ができるんで、で地図を見てもらうと、このように地図が拡張した状態になります。なので、どんどん地図を大きくしていくと、拡張した状態で、見えるので、この拡張は、最高で4回までできることになってます。それで、基本的にまだ、ネザーとか、行ったことがないですけど、地図は一応ネザーではあまり使えないっていう情報になってますので、世界でやってもらえると、このように地図が拡張され、今現在地、今白い点ですがどこにあるかというのが分かるので便利に使えるんじゃないでしょうか。ちなみに、このように2つ地図を持って歩くことができますので、地図を見ながら敵が来た時に戦おうということもできますので、そのように便利に使ってもらえるといいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今日は地図の作り方と地図の拡張方法をお送りしました。これでいろんなところに冒険しても現在地が分かるようになると思いますので、地図をどんどん拡張してどんどん遠くまで冒険してみてはいかがでしょうか。
それでは今日の三種のマイクラ生活地図の作り方ということでお送りしました。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、フォローの方よろしくお願いいたします。それではまた。